Javascript プライマーへの道第18章関数とスコープ読お疲れ様でしたた感想を述べいいと思います。スコープに関してはなんとなく曖昧な理解だったんですけれども今回本を読むことで明確に理解できたので良かったと思いますスコープチェーンの概念はなるほどなと思いましたやはり変数の宣言に関しては、えー、今はレッドやコンストを使うべきであってバーを使うのは良くないなと思いました 最後の方にクロージャーの説明がありましたけど、読んでみても100%理解できたかは不安です。また、あまりクロージャーというものを意識しながらコードを書くことはないのかなと思いました。次回は第19章関数とデ i s です。h i s に関しては ViewJS のデータプロパティを参照するときに使うデ i s くらいしか使ったことがないので、今回を機に理解してみたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。